セイアドタケ菜園アドバイザーの下道です。今日は根張りがよく病気予防にもなる冬野菜の育苗の中耕作業をやっていきたいと思います。7月から育苗を開始して8月後半から9月の前半に植える冬野菜ですが、水の管理や間引き作業、こういったものが重要になってきます。また直射日光の猛暑で枯れないようにお世話をしていく必要があります。今ちょうど太陽などに影響を受けやすい状態ですので、少しナイーブな時期でもあります。今日はその中でも間引きや中耕作業といった根張りをよく病気の予防にもなる作業をやっていきたいと思います。それでは行ってみましょう。それでは現在の冬野菜の育苗を見てみましょう。このようにちょうど今8日目の時点です。種をまいてから8日目の状態です。背丈も3センチぐらいになっておりますので、ちょうど1回目の間引きの時期だと思います。間引きを行わないと根張りも良くならず、通気性が悪く病気の原因にもなります。また日当たりの違いによって徒長してしまうなどの苗も出てきます。ということで、こまめに間引きをして管理していく必要があります。こちらをご覧ください。種まきの時点である程度間引きをしないように間隔を空けて種まきをしたんですが、どうしてもこのように同じ場所から2株出ております。第1回目の間引きとしては、こういうものを早く1本にしてあげるということが重要になってきますので、まず1回目の間引きは混雑しているとこ、または2本同じ場所から出てるとこを優先して間引きをしていきたいと思います。じゃあ間引きしてみます。まずこちらを1本にします。こちらも1本にします。この間引きする要領としては、虫食いがなくて立派に成長したものを残してください。徒長したものとかは省いて間引きをしてください。この辺は非常に混雑していますので、間隔を空けて間引きをします。2センチ間隔になるように間引きをしていきます。全部抜かないように気をつけて間引きをしてください。間引きが終わりましたら中耕をやっていきましょう。中耕作業をやることで根張りが良くなり、酸素を吸収しやすい状態になります。また中耕と同時に若干の1センチぐらいの土寄せも同時にやっていきます。ではやってみます。中耕は芽が出てる株間を 3,4 センチの深さでやっていきます。この際注意していただきたいのは、芽が出てる株元を耕さないように注意してみてください。だいたいここで言うならば、このラインぐらいまでの中耕をしてみてください。ではやってみます。移植ごてでいいですので、少しサク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 とこう小刻みに浅く耕してみてください。こうすることで水はけも良くなるし、酸素も吸収しやすいし、根張りも良くなります。間引きと中耕を一緒にやることで、通気性改善や根張りの改善で病気予防にもなります。このように浅くやってみてください。あまり深くやらないでもいいです。中耕が終わりましたら、株元に両サイドから土をやや少なめにこのように寄せていってみてください。こうすると強風等にも耐えられますし、安定性を増します。これが土寄せですね。このようにやってみてください。続いての作業ですが、水やりをやっていきましょう。この水やりについては、夏場は非常に乾燥しやすい環境ですので、定期的な水やりをしてみてください。乾燥したら水をあげるというふうに定期的にやってみてください。ただし必ずやるというわけではなく、状態を見ることは忘れずに注意してください。
加湿状態のとこに何度も水をあげますと根腐れ等を起こしますので注意してみてください。では水やりをしていきます。軽く乾燥してますので水やりをやっていきます。育苗の水やりは必ず朝にやるように心がけてください。日中帯にやると高温になったり水分が過剰になったりしますので、朝にやるとしっかりと光合成に伝わりますので、朝のうちにやるのを意識してみてください。最後の作業として猛暑の対策をやっていきます。寒冷舎で少し日陰を作って直射日光を防いでおります。特に夕方の直射日光は非常に育苗の苗には暑すぎて悪い影響を及びますので、特に西の方の太陽光を浴びないように工夫して対策をしてみてください。最近の夏は猛暑なので双葉の状態でこのまま放置しておきますと必ずと言っていいほど枯れてしまいます。不織布をかけていても中が蒸れてそれが枯れる原因にもなります。寒冷舎を防虫ネットのようにかぶせて対策をしておきます。さらに今回は猛暑の対策を一つ加えます。撮影をしている数日後に38度から40度近くになるという天気予報の情報を受けておりますので、苗を守るように西の方に藁をかぶせていきます。ではやっていきます。もともと設置している寒冷舎を全般にかぶせていきます。もし寒冷舎がない方はぜひ準備してやってみてください。さらにこちら側が西の方角ですので、こちらの方に藁等をこのようにかぶせて木陰をやや作っております。このように木陰を設置して暑さ対策をしていきましょう。本葉が出てきて落ち着きましたら寒冷舎を外してと同時にポット等に移植をしていきたいと思います。今が最も太陽光の被害を受けやすい時期ですので注意が必要です。ということでまとめです。冬野菜の育苗の際は間引きを遅れないようにしてみてください。その時に同時に土寄せと中耕作業をやってください。水やりはその時の状態を見ながら忘れずに行ってください。猛暑日は特に西日に注意して対策を行いましょう。せっかく芽が出て枯れてしまうとなかなか育苗のリカバリーができませんので、苗の調達に切り替える必要があります。ぜひ失敗しないように管理をしてみてください。今日は根張りが良く病気予防にもなる冬野菜の育苗管理をやってみました。この動画が面白かった方はチャンネル登録といいねボタン押してください。ではまた。バイバーイ。暑いので頑張ってください。